さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2022年の8月21日日曜日生放送。先週私ちょっとお休みいただきましたけどもね、だからって感じですけども、はぁって感じ、いやはぁって感じですけどね。いやはぁじゃないでしょ。まあ今日からまた生放送でね、元気にやってまいりますんで、どうぞ皆さんも、生放送2時間お付き合い願いたいなというふうに思っております。夏の甲子園もね、仙台育英そうなんですけど、何にもないですか。その先週下関ってさ、山口なんだけどさ、いや、はい。下関、はい。久々じゃない、山口って。結構、宇部商業。はいはいはい。辻くんが、お、休んでもよかったの、辻くん遅刻してきたの。休んでもいいですね。なんかずっといないから。山川がずっと、ディレクターの卓に座ってたけど、はい、俺は別に誰に何を聞くわけでもなかった、ね。辻くん今日どうしたのと、もう一言も聞いてなかった。いや、まあそうですけど、うん、なんとなく休みなのかな。別に辻くんが休もうと遅刻しようとも、うん、はぁって感じですよ。いや、なんで、いや、だってそこは興味持ってるんですよ。いや、別に俺が先週休んだもん、はぁだからって感じ。いや、おかしいですよ。本人がそれ言うのおかしいですよ。別にいいのよ。だって、高井さんが別に休もうとはぁって感じよ。いや、はぁとかじゃどうしたのとか。高井さんなんて太ももにできた脂肪腫取ったんだよ。脂肪腫、大きな脂肪腫、怖くなって取ったんだって。俺の感想ね。はぁ、いやいやいや、いい方じゃないですか。わかんないけど、もう誰も有吉さんに話しかけないですよ。そんなに、はーって言われたら。それで結構ですけどね、全く問題ない。はーって感じですからね。はーじゃないでしょ。いやいやいや、まあ、宇部商業以来ですかね。まあまあ、そんな、なんか20何年も言ってましたよ。いや、でも仙台育英、東北もね、なかなか、夏の甲子園は東北に行かないんですよ、優勝旗が。なんですね。準優勝まではあるしね、北海道までマー君が勝ったから、北海道まで行ってんだけど、東北勢が夏の大会優勝がないということでね、明日結構だから、結構これなかなか楽しみなカードですけどもね。そうですね。まあ、全く一試合も見てないですけどね。いやいや。一試合も見てないですけどもね。明日だけ気になりますけども。まあ、決勝見ればまあ、優勝は気になるみたいなのありますけど。そうですけどね。はい、僕はもう何でもないんですけど、こういうメールも一応、まあ全部読むのめんどくさいんであれなんですけど、ラジオネームポジサイド FM 三重。有吉さん、病み上がりのところ申し訳ないんですが、前回の放送お聞きになりましたでしょうか。お二人でやったやつ、ね。はい。8月14日。和菓子はてめえの日当でもないのに番組ステッカーを花咲かじじいのごとく全プレしていました。まあそれより私が驚いたのは、住所が書かれてないメールにもパンあげるから住所を送ってきてと呼びかけていました。とか、あとまあ、いろいろありましたけどもということで、なんかあんまり不評だみたいなことを言ってます。いや、ようやくしすぎじゃないですか。まあそうだね。先週はだから、二人で、はい。やったわけですね。私ちょっと軽くチェックだけしましたけど、はい、まあだから感想といえば、まあ2時間やっただけっていう、まあそういうことだ、ね。いや。まあ2時間やっただけだね。はい、お疲れさんっていう感じですか。はいや、はじゃないでしょう。2時間やっただけの。やっただけというか、2時間、はい、ただただ間をつないだという、それだけのね、放送でございましたけども。はい、お疲れ様でした。また何か、ちょっとなんかないですか、また何かありましたらね、ぜひ、2時間、ただただ間を繋いでいただきたいなという。ドライ。もう、いや、気持ちなんもこもってない。何もちょっとない。Release so much stress. Now a variety program.さあこんばんは、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵の JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、アシスタントこの方たちです。若です。松崎勝利です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、ただただ2時間間をつなぐようなことはしませんので、ね、いやお話しいただきたいなと。で言い方すな大変だったんですよ。何が大変なんだお前、2時間間をつなぐの大変、何が大変なんだ。いや、有吉さんの番組に有吉さんがいないんですよ。俺の番組に俺がいなくても平気だろ、そんなの。平気じゃないんですよ。はぁって感じだろ。はぁじゃないです。はぁではならないですよ。そんなのどうでもいいんだよ。リスナーは、
なんかニュースありましたか、この一週間は。と、あなたたちは、まあコミケの話はもうしたのか。まあしました。まあ、したんですか。はい、まあ、そうなんですね。行かなかったのか。行かなかったです。行かなかったというか。はい。なんですけどね。じゃあもう話もないね、特にね。ない。いや、あるでしょ。ない。あった。それこそ、ね、どうして休んでた時の話とかないんですか。なんで。なんでって興味は。それ俺犯罪者なの。いや犯罪者じゃないよ。あんた何してたのっつって、どうしてたのっつって、いやおかしいでしょ、そんなおかしくないでしょ。あんたたち警察、いや別に取り調べじゃない、警察にしてはなんか小汚いし、まあ警察が綺麗とは言わないけど、いやいや取り調べじゃないか、随分小汚いし、取り調べ警官ならお前警官じゃない、私服警官にも程があるんじゃない。だ警官じゃねえんだよ、だから。有吉力さんでね、どうでも今夜も最後までお付き合いください。さあ、リヨシサンデーナイトドリーマー、改めてアシスタント、和賀です。松崎です。生放送メール募集していきましょう。昨日は神宮花火大会がありました、3年ぶりだって言ってましたね。ちょっと小雨降る中、マツケンサンバなんてやってたみたいですけれども、で来週が加山雄三さん24時間テレビのラスト、そうですね、ということでね、まあいわゆる夏が終わるということでございます、本日のテーマこちら、この夏の総括、あなたにとってどんな夏だったのか教えてください。夏の報告してください、はい、恋しました、恋が終わりました、ね、こんなところに行きました、まあ自己採点、まあどうせね、このラジオ聞いてる人たちの夏なんて、まあ0点以外はないんです、ね、そんなことはないでしょうね。もうちょっと嬉しい、楽しいこともあったでしょうよ、まあ、0点しかないでしょうけどね。0点の人間ばっかりです。お前ら0点の人間か、はいですね。いや、そんなね。そこら辺東大行かないでしょ、なんかわかんないけど。東大行く感じで行ったけど。0点じゃ行かない、そう。お前ら0点の人間か、はい、いや、はいって。はい、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 いるか、お前ら、そんな。はい、はい、はい、言うな、うるさいな、はい、はい、みんな超えた。はい、はい、みんな超えたから。もう犬に寄せてるじゃん。犬じゃないんだから。って言ってますけどもね。誰が安倍さん皆さん。安倍博士さん、皆さんの、2022年夏を教えてください。はい、有吉秀樹のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます、うん、ということなんですけどね。なんか好きな食べ物なんですか、皆さん。好きな食べ物、好きな食べ物、はい、あれダメですよ、フリスクとか、そういう、え、フリスクになってるんですよ、あのしっかりして、いや、それ分かります、ご飯として、分かります、はい、フリスクばっか食ってる、なんかそういう未来人のフリするじゃん、お前らオタクは。え、そんなことしない、未来人みたいなこと言うじゃん、グミしか食べませんとかさ、言わないで、何未来人グミしか食べない、イカのあのあれですね、イカのあの干したやつばっかりですねとかさ、そんなことばっかり言うギャルとオタクはね、すぐ未来人のふりしたがりな、いや死ねえ、何ですか、意外だと思うんですけど、干し芋好きなんですよ、干し芋もう3食干し芋とかね、いやいや、そう、ガムしか食べませんとか、未来人ガム飲んじゃいますなんて言いますけども、いや、どんな未来想像してるの、いやないですよ、そういうんじゃなくて、うん、本当に本当にご飯うん、ご飯、定食屋で食べるようなご飯、はい、好きなんなんですか、定食屋だったら、定食屋だったらって限定してませんよ、例えば定食屋だったらどうかって、俺がなんかもう何でもがんじがらめにする人間みたいに言うな、アホ、いやいや、言ってファミレスでもいいし、すごいな、でもおかしい、ファミレスでもいいし、定食屋でもいいし、お母さんが作ったご飯でもいいし、室蘭のお母さんが作ったご飯でもいいしな、はい、別に何でもいいよ、ご飯なんだ、定食屋出てくるような、まあ、ああいう分かりやすく言えばああいうやつよな、定食屋で言えばみたいな、ちょっとくなんか苦肉の策みたいな、いやいや、そんなんじゃない、がんじがらめだなみたいな、がんじがらめですって言いたいのになみたいな顔するなよ
してねえわ。お前らレンタルにでんか。はい。いやいや誰なんだそれ。はい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 、違う人出てきた。犬かお前。ルーキーズみたいな。いや犬か。いいんですけども。言ってない。ええ、何ですかその漫談。え、どうですか。いや僕は唐揚げです。唐揚げ、鶏の唐揚げ。なるほど。はい。はい。僕は牡蠣。牡蠣。はい。え？牡蠣、牡蠣どう生牡蠣かい。ま生牡蠣一番。あそう。はい。おお。私は実を言うとね。はい。これあんまり言ってないんですけども、うん、とんかつなんですよ。そんな意外じゃねえ。結構意外みてえな、食べてるイメージあります。とんかつなんですね実は。いやいや、意外だってよく言われるんですけど、ギャルじゃないんだからとか言われるんですけど、言わねえよ。とんかつが私非常に好きでね。そうですか、うん、はあ、とんかつと唐揚げとかきあったらね、はい、唐揚げとね、はい、まあ、唐揚げはちょっと すくってやってもいいけどね、かきはねもうあのサンダルでバーンと蹴りますね。なんでだよ。サンダルごと飛ばします、ね、俺にくれよ普通に、ね、そういうぐらい。なんでサンダルで食べ物粗末しないの。とんかつ屋ね、はい、どうしてもとんかつ屋がとんかつ屋来たかったんでね、はいはい、11時半開店、はい、11時20分から10分並びまして、はい、どうしても食べたいんで、はい、別にその行列をするようなお店じゃないんだけど、うん、はい、まあもう11時半か開店、今11時20分どうしようかな、まあ10分なら待つかということで待って、はい、入りました、はい、さあね、まずね初めて行った店なんですけどね、はい、初めて行った店っていうか2回目かな、はい、なんか景気悪いのかな、ちょっとこのコロナの感じで調子悪いのか、うんうん、昔行った時はそんなことなかったんだけど、うん、店員さんが変わったっていうのもあるのかもしれないけど、ちょっとなんか機嫌悪いね。11時半に市場に来た客よ、うん、はいはいはい、飲み物定食屋よ、はい、はい、定食屋のとんかつ屋よ、とんかつ屋です、とんかつ屋よ、はい、飲み物先に選べっていうのよ。そうセットでついてるわけじゃないのよ、飲み物普通。え、午前中ですよね。午前中一番飲み物選んでくださいっていうやつ、うん、ビールとかさ、はいはい、居酒屋でもないのに、うん、もうさ、え水でいいですけど、来た、うん、はあ、え見たら顔するからさ、うん、あすいません、あじゃあウロン茶ください、ウロン茶、はいはい、用意してでメニュー見てさ、うん、何食べる、とんかつ言ったら何ロースカツでしょ、ロース、まあ、ヒレとロースカツあるけど、はい、ロースですね、ロースだろ、うん、俺もロースが好きなんだよ結構、うんうん、腹減ってる時特に、そうですね、あなんか特別ヒレカツみたいなのと、うん、特別ロースでロースヒレカツでなんとかリブロースすごい結構高いの、2500円とか、おお、ロース、俺は普通のロース、うん、普通ロースくださいって言ったら、はい、11時開店よ、はい、すいません今日ロースないんですよ。とんかつ屋に、えええおお、え特別なんとかリブロースじゃなくてロース、ロースカツ定食ないんですか、はい、すいません、はあ、じゃあすえじゃあヒレカツ定食にします、すいません、あの今日なんかヒレもないんですよ、ってとんかつ屋だよ、はい、11時半よ、はい、一番の客よ、はい、だから何があるんですか。まあ、すいません、まあ、何があるんですか、まあ、聞いた方が早い、そしたら、はい、特別リブロースだけ2500円、はあ、あ帰ります、うん、はい、ウーロンちゃん知らねえよアホお前冷凍の人間かそれは言っていいわ、違いますいや違う、そこは違うのかよ、おーすごい、そここそハイだろう、すごい、そんなのありえる、いやそらよっぽど景気悪くてさ、うん、
なんかだから仕入れが困ってんのかなとかさ。うん、でもそのそんなことはないと思うんだよ。リグロースはあるんですよね。何それ。めっちゃ腹立ったんだけど。それは腹立ちますね。ああ、どうしたんですかその結局。いや帰って、もう出たよ。出てよく知らないラーメン屋入ってラーメン食ったとんかつ食べたかったの。パーコーメン、パーコーメン、せめてせめて揚げた肉を。腹立った。あれ、いやどういうことなんだろう。俺が別になんか悪いってわけじゃないと思うんだけど。怖いですね。とんかつ屋じゃなくてなんかそういうとんかつ屋でオープンでさ、はい、ロースカツとヒレカツなかったらさ、オープンするなよと思う。そうですね。何まず飲み物聞いてくるんだろう。だったらさ、はい、すいません今日ちょっと仕入れあれでロースもヒレもなくてこれだけなんですよ、いいですかだろ一言。まあそうですね。まず飲み物選んでください、逃がさないように。怖っ。まあそうね、あそういうことか。はい、なんか俺ほんと普通に怖い取引とかが、いやマジでもうウーロン茶、ね、行われる。帰ってやろうかと思ったけど、まあウーロン茶もういいよ知らんって帰ってやろうよ。いやまあそれはいいと思いますよ。突然一番目の客で。あとは鼻炎なんですけど、私もずっと生まれ持って、はい、はいはいはい、で結構だから鼻水が出るわけでもなく出ないわけでもない、うん、ずっとこの目の辺になんかこう詰まってるような感じがして、はいはい、ちょっと鼻炎なんですけど、うん、ちょっとなんか最近は調子悪くて、うん、もう一回病院行ったんだけど蓄膿症ではないですって言われて、はい、あじゃあ違うんだなと思った。じゃあ逆に何って思ってずっと鼻炎がひどいんだけど、うんうん、最近ひどすぎてもうどうやってやっても鼻水出ない、吸うこともできない、うん、もうただただ豚みたいになってるっていう。一日中、はい、っていう生活なんですよ。はいはいはい、まあ、こう癖なのかなと思ってます私。はい、もう豚と化してしまう。これとんかつの呪いじゃないでしょ。いや違います。いや違う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 違います。違う、呪われる筋合いもねえし。とんかつ屋に呪われたんじゃないかな、ある客なんだって。呪い方かけとけ豚の呪いっつってで俺豚になったじゃん、あの日からなんだよ。えあの日から。うん、とんかつ屋でバチバチやって、俺がもう、うん、じゃあもう帰りますって言って帰った日から、うん、ちょっと鼻炎の症状が悪化してて、うん、豚になってしまったというという話なんですよね。っていう話なんですよ。いや違うじゃないんです。そこ関係ない、紅の豚みたいな。どっかなんか鼻炎情報持ってないかな。あその蓄膿じゃなかったら何なんだ。蓄膿じゃないんですけど、うん、鼻炎情報ね。僕も生まれ持ってそのアレルギー性の鼻炎。俺もアレルギー性の鼻炎なんですね。どうしてですか、あなた。でも僕も鼻炎は正直放置してるというか、アレルギー苦しい。いやでもそこまでじゃないので。じゃあ同じように言わないで。俺も豚の呪いかかった。はい、紅の豚みたいになってんだから俺こっちは。全然見た目が見た目が有吉さんだから。鼻がもう豚だよ。鼻だけ、しかも鼻の中だ。鼻だけの鼻だけの豚だよ。鼻だけの豚。何鼻だけの。鼻だけの豚だからね俺は。お前別に症状するだけ鼻じゃないんだろ、はい、まあでもアレルギーの薬は飲んでます。薬飲んでんの。薬飲んでます。あそう。皮膚科はもう小さい頃からずっと通ってるので。皮膚科、耳鼻咽喉科じゃなくて。あのアレルギー性の、皮膚炎も持ってるので。あそっち守ってんの。はい、だからそれで鼻炎も効くっていう薬もらってる。あそうなの。はい、なんていうやつ、あれアレジオみたいな。ちょっと名前僕よく分かんない。なんで分かんない。自分が飲んでる薬の名前も分からず飲んでんのかお前。いやちょっとアホかよ。どうすんだ危険があったら。いやだってお薬手帳、あなたどんな薬飲んでんですか、これとこれ飲み合わせ悪いですよとか。お薬手帳見てしっかり見とかないと。自分のずっと子供の時から飲んでる薬の名前も分かんないのかお前。おかしいなあ。ほらお前豚じゃないのか。いや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 、豚増やそうとしない。いやいやいや、飲みなさいって言われたやつもただただ飲んでるのか豚みたいに。豚みたいに。まあまあでもそうです、出されたやつを、処方されたやつを飲んでる。はい、じゃあずっと飲み続けるんだな。まあでもそういうことで。じゃあやっぱ病院行かなきゃいけないか一回久々に、耳鼻咽喉科に。まあでも行った方がいいと思いますよ、ね、でも耳鼻咽喉科に行くか、まあその呪術師みたいな。いや呪いじゃねえよ。その呪い払ってもらおうとして。もう一回とんかつ屋行ってね、お願いしてみるか。ちょっと呪い解いてください。リブロースクエバー。スネイナイトドリーマー。ラ
今日のメールテーマはね、この夏の総括ということで、夏のお話なんですけど、まあ、他のメールもいろいろ来ておりますけど、ね、はい、ラジオネーム稲葉の白うなぎ FM サイン、おわ我が、うん、松崎、はい、このご時世にな、うん、仕事休んでくれてガタガタ言うなよまだ解禁症に価値があるっていう論者かよ。違う違う違う、はっきり言うぞ、はい、時代じゃないよ。いやいや、そういうことじゃないでしょ。ごちゃごちゃっていうわけじゃないんだけど、お元気になって。ごちゃごちゃうるせえんだお前らよ。聞きたいは聞きたいでしょ、それ。ラジオネーム帰ってきたんだ。ゲス沢。有吉さん、さっきサウナ行ってきたんですけど、まあ、はって感じでした。なんで整うとかさ、はいはいはい、暑いだ我慢だ10分だ15分だとか言いますね、何回入るとかガタガタ嫌がって、はい、水風呂行って、はいはいはい、整って、はい、はーって感じだよはーって感じはーって感じですよ。ラジオに赤い月いいはーが出ます FM 栃木、有吉さん、僕はこの1週間で20回ほどしこったんですが、まあはーって感じでしょ。まあそうだろうな。はーじゃねえよ。自分で言っといてはーじゃねえ。お前らの人生、まあはーだよな。どういうこと言う。まあ、それ自分も言ってるからな。ラジオネーム。背中にはいつも幸せのポップコーン。FM 沖縄。今年の夏は2年ぶりに東京へ行き、アイドルのライブを見てきました。うん、ライブは100点だったんですが、金がなくて東京では遊べなかったので空港で7時間ラジオを聞いていたのではい0点ですなあ、やっぱりお前0点の人生だな、お前らは。そんなことはないよ。本当に0点リスナーね、じゃんじゃん来ますけど。アイドル見たんだろ。ラジオネーム、あらかじめ語られるローマ人。3年ぶりに屋台が出てたので栽培したトウモロコシがめちゃくちゃ売れました。なので85点です。いや0点だよ。いや0点ではないでしょ。85って言ってんすよ。トウモロコシ屋台で売れたの。うん、屋台で食うの最高じゃないですか、うん、歯に挟ん、歯にパンパンに歯ぐの歯と歯の間にトウモロコシ詰めてさ、ニカーとしてもブワーっともうフリンジみたいにトウモロコシがガーってなってて、それ0点だ。0点だよ。そんなやつは付き合ってくださいっつって言ってんだもん。0点だよ。それ言ったら言ってねえんだよ。歯と歯の間にお前トウモロコシフリンジみたいにふわーって全部ブワーってつけて、お前結婚してくださいじゃ0点だろ。それ0点でない、言ってない。真面目な童貞 FM サイン、僕はこの夏車を買いました。お、独身一人暮らしですが8人乗りのミニバンを購入今住んでいる築50年のワンルームの家より広いです。ローンの返済額家賃より高いです。ハッピーサマー0点ですね。ローン地獄で0点ですけど、どっちなんだろうな。これは何点か分かんない。0点ではないけどな。ラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木、今年の夏は市役所に行ってついにマイナンバーカードを作りました。もう100点の夏です。自己採点がきついよそんなんで100点だって0点100点だと思えるんだから幸せだよお前。本当によ、家出ただけでいいやつ。それアホだな曲行けよはい、来月開催の稲妻ロックフェスにアイドルマスターサイド M が参加するということで、この曲です、ドラマチックスターズ&ハイジョーカーで夜空をきらめく星のように。さあ、有吉るきサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送で送りをしております。今月のアシスタントは我がと松崎です。曲さ、はい、もう何今の、はい、アニメばっかりじゃない、いつも同じような曲聞かされてんだけど。いや、リズムが大体一緒だね、こういやいやいや、まあまあ、いやまあまあ、それはそうな、いや、チンパンジーみたいな顔の。何がチンパンジーだ、お前。チンパンジー。そんなもん。いやいや、ちょっと表現古いんじゃない？今こういうチンパンジーのお人形知ってる若い Z 世代いないよ。いや、いないかもしれないですけど、顔がそうだ。私たちの中で、風呂入って出せない。いや、
なの何言ってたかん私のキチンレンデンばっかりじゃないお前いやいっぱいあるんだけど松崎が選ぶ曲って大体そうやないやいや、まあ、一応なんかいろんなパターンを持ってきてはいるハイスクール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 でーもう聞いとるよじゃん好きなのそういう感じのアップテンポのまあなんか曲だけでもちょっとアップテンポにみたいなところはあった曲だけでもって何だそう自分の気持ちとはちょっと裏腹にちょっとアップテンポだったらちょっとかっこよさめな曲とかを聞くとしっとりしっとりしてるから自分がそうですねしっとりなんていう表現するなお前どこがしっとりだよお前いい表現だろそれいやいや今ドブだろドブドブジメジメだろドブジメジメドブジメジメしてるから曲ぐらいは爽やかなアップテンポって言えよもう何がしっとりだよお前ドブジメジメだろドブジメジメ何も言ってないぞしっとりどっちかでドブジメジメなんでドブの時点でもうジメジメはしてるよドブジメジメ敵キャラみたいなちょっとハラスメント入っちゃいましたかいやずっとですそれ言うならずっとですお前ずっとですよなんて言うなお前そんなことないですよだろいやいやそれもハラスメントですよいやそれもハラスメントこれもハラスメント合戦やったらさ、はい、世の中全部そうだからいやまあまあ今我がなんか見つけたみたいに言ったけど見つけたというはいそれハラスメントはいね、はい、髪さ俺の前で髪ちょっとこう端の髪のじゃここやったなんか退屈そうハラスメントいや退屈そうハラスメントではない気になったらなんか退屈かな仕事がって思って紙の台本の紙の端をちょっとやってハラスメントはいね誰に対するハラスメントですかそれ怖いねってなるからねハラスメント合戦になったらなったらまあまあでもそうですね絶対やめた方がいいよ今世の中そうなってるよいやまあまあそうですね、はいはいはいうん、受けた側がね、うん、ドブジメジメもお前気をつけてください絶対ハラスメントじゃんそれだからこれいやいやはいや間違い探しみたいにやってるとそうなるよいや間違い探しいや分かりやすい間違い探しドブジメジメいや松崎なんですけど言い方がひどいなぁ違う芸名そうじゃないかごめんごめん間違えた本当にドブジメジメかと思って本当にそう思った芸名がドブジメジメに改名したと思ってんすか俺 VTuber だろいや見ねえよドブジメジメ VTuber のドブジメジメさんだろおかしいでしょどんな絵なんだアニメーションがわかんないニュース行けよはい、はい、じゃあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、はい、まずはこのニュースから純烈&ダチョウ倶楽部猿岩石の曲をカバーそうなんだってね、うん4人組枯れて消えて本人だよね本人だよね全然違う足跡を完全に浮かれて覚えてねえのかな中井くんの丸中井くんの丸となんでいなかったでしょう、ねうん、なんで、4人組歌謡コーラスグループ純烈とダチョウ倶楽部による合体ユニット純烈&ダチョウ倶楽部が猿岩石のヒット曲白い雲のようにのカバーに挑戦したことが発表されました9月14日発売の新曲君を奪い去りたい G タイプのカップリング曲として収録されます、うん、そうなんだね、はい、これなんか見たらいろいろありますそうなんでねおまあ銭湯スーパー銭湯でやってる純烈と熱湯風呂やってるダチョウ倶楽部ということで、うん、まあお風呂同士っていうことなんですね、うんうん、はいなるほど楽しみですね、うん、楽しみですねって言うほど楽しみではないですけどねいや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  そんな言い方しないでせっかくなんでね楽しい感じになるんですよね、はいうん、いいんじゃないでしょうか、ねはいこれ見るとやっぱり肥後さんって背結構高いなっていうイメージあるけど純烈の中に入ると結構小さいねあそうですね肥後さんでさえな、うん、純烈ってみんなでかいんだなって感じするねそうですねあまあなんか楽しくこんな180センチやってもらえればと思います一旦ブレイクしますStay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer. さあ、引き続きニュースです。はい、続いてはこのニュース。光
カキン総再生回数100億回突破。ハロー YouTube。ああ、ハロー YouTube。もうさっき最初の方で言ってた。バンマママンムンムン。バンマママン。ボイパのつもりかなこれ。バンバババン。ハロー YouTube。だいぶ大きいですね。ですけどもね。ですけどもではない。その漫談、YouTuber ヒカキンのチャンネルヒカキン TV の総再生回数が100億回を突破しました。ヒカキンは2006年に2006年なの、チャンネルヒカキンを立ち上げ YouTuber としての活動を開始、メインチャンネルに当てるヒカキン TV は昨年9月にチャンネル登録者数が1000万人を突破しています。そうなんだよ、すごいね。100億回ってたらもうすごい回数だね。うん、もうまあ先駆者だもんね。そうですね、2006年、めちゃめちゃお金持ちでしょ。だって2006年から始めても、ね、2006年から始めて15年、すごいね。大金持ちでしょ。何十億でしょう多分、まあ、結構な、ね、そのいいお家に住んでるみたいな感じ、ね、まあ、そうなんだ、すごいね。俺も勉強してきゃよかったな。おもうそれで何ですか、100億回生ではないけど、うん、YouTubeハロー YouTube。 おじいちゃんみたいになるの。もうふんねえ、ハロー YouTube。 いやだブンブンみたいな、ブンブンでしょうではない、だから違う。何それブンブンって何、なんかロー YouTube ブンブン、ハロー YouTube ブンブン丸、池山貴博です。元ヤクルトスワールズ、違う人じゃん。地獄のサイトキャンプ階段登りますっていう、言わない、言わない、言わない、電話さんならいいですけど、はい、すごいねヒカキンさん。さあ続いて、はい、はい、続いてはこのニュース。世界最年少小3プロ棋士誕生へ。何してんの。大阪の小学3年生藤田怜央くんが史上最年少となる9歳4ヶ月7日でプロの囲碁棋士になることが決まりました。すごすぎない？これまでの日本最年少入段記録10歳0ヶ月、中国の棋士が持つ9歳7ヶ月を塗り替え世界最年少棋士となります。9歳だもんね。こういうのはもう本当にすごいよね。もう天才としか言いようがないよね。そうですね。と漫画。これ悔しいだろうね。50歳ぐらいでさ、はい、俺の48歳でさ、9歳の子に負けたら。いやそうですね。悔しいですよね。そうだったらな。うん。まあでもそういう世界なんだな。若い人がめちゃめちゃ強いっていう世界なんだね。やっぱ頭の回転が早いんですか。柔軟なんだかね。よくわかんないけど強いよね、将棋とかでも結構若い世代が強かったりとか言いしますけど、我々ね、こういう芸能の世界、お笑いの世界なんかもうすぐ負けちゃいますからね。やっぱり寺田心くんがバーって言っただけでドーンそれはね、まあ、我々の世界はもう子供に負けるっていうのは当然の世界だから、悔しくも何ともないですけどね。あ、まあ悔しいだろうな。どれぐらい強くなるんだろうな。こういう人はもうすごくなるのかなと思ったけど、どっかでな、やめたりとか飽きたりとかそういう人もいるけどね。うん、いやもっとすごい人が出てくるのか。だってすごいね。なんかそういう才能ないの、小さい時からすごかったみたいな。いやないでしょ。ないだろうな。我が特にないわ。ないからこうなんですよ。我がは聞くまでもないな本当に。愚問だったな。愚問、ね、お前になんか才能あるのかって聞いた俺が惨めだわ。ああちょっとこれは失礼だ。何やってんだ。愚問中の愚問だよ。愚問だ、愚問だ。ちゃんと言い返してください。松崎はどうだ。もうなんか小さい頃日本地図のパズルみたいなので遊んでて、うん、遊んでろ一生。え、うん、途中途中で、はい、コーナー行きます。町の賢者でございます。はい、あなたワンカッパーダンボーラが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらってます。引きずってんの。いや、何若い聞いてやる。いやいやいや、だからそれじゃ引き止めるほどの話じゃない。だからって言ってるから。いや、その都道府何、子供の頃得意なものあった。だから日本地図のジグソーパズルみたいな都道府県の形になってるやつ、うんうんうん、でやってろそれ一生。同じとこで、まあ、ただ結局、いや、よかった。いいですね。ラジオネーム、アムラーに乗り遅れたサーファー、福島 FM。8月9日に、女優、広瀬アリスが、自身のツイッターで、橋本環奈ちゃんのツイート回ってくるんですけど、
やっぱとんでもなく可愛いっすね。ほんと可愛い。どうしたらいいの私って感じと、橋本の魅力に動揺した様子のツイートを投稿。さらに広瀬アリスは、ありがとう橋本環奈ちゃんのお父さんお母さん、私は写真を見るだけで幸せです。今日も呼吸してくれてありがとうございます。それだけで幸せな気持ちになります。それだけです。と、ファン顔負けの熱量で、続けて投稿しておりました。どうも、夏井いつきでございます。なんで？はっきり言って、この句は、才能なし。ね。句じゃないですからね、はい。まずポイントとなるのは、やっぱ、とんでもなく可愛いっすね。ほんと可愛い。どうしたらいいの私って感じというところですね。これはまともな文章も打てないくらいに動揺しているよということを表現したかったなと思いますが、あまりにわざとらしくて下品ですし、何より橋本環奈ちゃんよりアリスちゃんの方が可愛いよって、言われ待ちしているのがね、見え見えでね、はい、美しくないですね。はい、それにね、これ何ですか？このありがとう橋本環奈ちゃんのお父さんお母さんという文、これ読んだ時私ね、広瀬アリスと広瀬すずの二大巨頭を生み出したうちの両親の方がすごいけどなというね、作者の気持ちがね、手に取るように分かりましたよ。いや、ないと思いますよ。この句をちゃんとツイートできるレベルの内容にしてみましょうかね。はい。結局あなたが言いたいのは、橋本環奈を踏み台にして自分が目立ちたいという気持ち。この一点のみですね。それを踏まえて、短く、すっきりした句に添削しようね。はい。今日ずっと、天竜源一郎のラジオだと思って聞いてたの。橋本環奈のラジオだったわ。はい、です。そんなガラガラじゃない。いや、もう街の賢者でもねえの。今日は、広田アリスさんとね、一緒にドラマで、仕事しました。結構ね、打ち上げね、アリスさんとね、アリスさんと一緒にやったんですけどね、はい、結構、何っぷりよくさね。天竜さん。いや、アンドロとね、飲んでる時は。いや、天竜だよ。あ、そしたら。これ、これ噛んだんだよ。ああ。あげときましょう。ラジオネーム、論より証拠の大ライス。スパイダーマンシリーズでおなじみのトム・ホランドが、SNS の休止を発表しました。トムは、自分のメンタルヘルスのために、ソーシャルメディアから休みを取っていると、インスタグラムやツイッターは圧倒されると感じたから、ネットで自分に関することを読むと考え込んで悪循環に陥ってしまう、自分のメンタルヘルスにとってすごく有害だから少し距離を置いてアプリも消すことに決めたと話しました。トム、やめるな。ツイッターに面白いやつがいっぱいあるぞ。コウメ太夫のツイッター見てみろ。女子高生で溢れているかと思ったら、洗濯バサミ売り場でしたちっちゃートム、やめて正解だな。小梅さんだけじゃないだろう、別に。ラジオネーム、真面目な童貞 FM サイン。格闘家那須川天心さんが先日関東で相次いで目撃をされた夜空に火球が流れる瞬間を見たらしく、こんなツイートをしていました。昨日は意味もわからず外を走った。いつもなら絶対に走らない時間、理由もなく走っていると空から火の玉が降ってきた。本当に綺麗で、まるで空が俺を歓迎しているようだった。俺は絶対に見たんだ。地球から最高の誕生日プレゼントもらったよ。ありがとう。意味もわからず走ったって。まさか、お前も、風の声を聞いたのか？ん？実はこの前、深夜に眠れなくてな、ベランダに出て夜風に当たってたら、走りなよ！って、風の声が聞こえてきたんだよ。最初はそんなことあるわけないと思って無視してたんだけど、その声がどんどん大きくなってきてな、ついには全裸で走りなよ言ってきたんだよ。構わないよ、
僕が君の背中を押すから。風の声はどんどん大きくなってきて、俺は気づいたら意味もわからず真っ裸で走り出してた。あまりにも夢中だったからどれだけ走ったのかもわからない。ただ気持ちよくてパトカーに乗せられたのも気づかないほどだったよ。まあ今は刑務所に入っちまったけど、出所したらまた風の声聞けるかな。なんといますよね。いますよ、風の声聞くやつね。風の声 聞こえないよ。危ない。風の声聞くやつばっかりですよ最近は。本当にね、聞こえないよ誰も。ラジオネームクロートチェリー FM 群馬。女子高生に尿をかけたとして千葉県内の高校教諭が逮捕されました。容疑者は自転車に乗っていた女子高生の制服に尿をかけた後、約1キロ先の路上で先回りし、再び尿をかけた後に逮捕。おしっこをかけたことに間違いはないと容疑を認めており、同市内では液体をかけられる事件が複数発生しており、関連性を調べていますと。バカ野郎、俺たちスケベおじさんはな、与えてもらうことはあっても何かを与えることなんてできねえんだよ。おっさんの腐ったノズルから流れる錆水に需要なんてゼロだ。罪を償ったらおとなしく風俗に行って、滝のようなしょんべんぶっかけてもらって心を清め、求める側に徹しろ。でもな、求めすぎも良くないぞ。俺は M 性感で3回も放尿オプション求めたら、もう出れやって腹蹴られたからな。痛いのは NG ってヒアリングシートに書いてあるによ。何事もほどほどにな、人に迷惑かけずに楽しんでこその変態道、変態道ってことだな。うん、まあそれじゃあ送迎の車が来たから、はい、これにて失敬、皆の衆良き変態ライフを、アディオス。まっとうではあるんだよ。まっとうですよ、ね、まともなことは言ってると思う。いやー、うん、ちょっと女子高生にしょんべんかけるのはちょっとリスク高すぎるでしょ。リスクっていうかダメだよ。Stay Night Dreamer Live on air。 さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、あっという間に1時間経過というところでございます。ラジオネーム黒羊 FM 群馬。有吉さん、私も年中鼻炎です。春は花粉、夏は冷房、秋も花粉、冬は寒さ、ハウスダストにダニ。私も豚の呪いにかかってるんでしょうか。それ呪いじゃないだろう。はっきりしてるじゃん、理由が。ハウスダスト、花粉、冷房、花粉、寒さ。私が呪いですから、ね、違いますよ。なんかね、怖いね呪いって。で、呪いじゃない。呪いじゃない。鼻炎が怖いんだとしたら、うん、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ FM 岩手。この夏は去年引退した野球部の後輩の試合を見に行きました。試合終了後、後輩にバッティングのアドバイスや守備のダメ出しをして、しっかりと嫌な顔されました。あー、気持ちよかった。いいですね。OB がね、来るという。いやそうですね、下からしたら嫌です、ね。まあ一番嫌だよね。ね、口は出さずに金出してくれっていうやつですけどね。まあなんであれ来たがるんだろうな。まあ不思議な。でもこういう人もいるんですね。その後輩にダメ出しして気持ちよくなってる。ねえ、まああるだろうね。そういうのはないだろう、お前らは。だって別に慕ってくる後輩もいないし、そもそもな。まあまあ、そもそもそういう場に行かないよな。まあまあそうですね、金がないから行ったってしょうがないよな。そのバスしてもったいないし。でもなんでバスだと思ってんだろう。いや、田舎の高校なんでバスで行くだろ。まあ確かにバスで行くんですけど、ラジオネーム高速新開風の栃木。ぼーっとしていたら夏が終わりそうだったので、急いで昨日甲子園を見てきました。おー、でも行けるんだよ。引きこもり続け、真っ白な肌でも日光は容赦なく降り注ぎ、私の肌はズタボロに焼かれてしまいました。1日経ちましたが、痛さでお湯が痛く、お風呂に入れていません。0点だなお前。高校野球の思い出。風呂に入れないで汗ぴっちょりだったのに、痛いからとお風呂入れてないんだって、うん、で臭いよこれ。まあまあまあ、最悪の人間ですね。0点人間と言っていいんじゃないでしょうか。ラジオネームね、ラジオネーム高速シンカーさんはね、もう0点の人間と言っていいんじゃないですかね。前改めてそんなパーソナリティー栃木1の0点人間ね、させていただきますけど、
どんなパーソナリティ、一部の地域の方この時間でお別れでございます。また来週も聞いてください。聞ける方引き続きお相手有吉と若と松崎でした。さあ2022年8月21日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントは我がと松崎勝利です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております、サンデーナイトドリーマーでございます。スープラなど往年のスポーツカーの中古価格が高騰、中古車スープラが634万円、2年で価格が2倍、なんかあれなんだってな、なんか電動化とかするから結構ガソリン車の古い旧車を早めに買っとこうみたいなことらしいですけどもね、すごいね、こういう感覚がなかなかそうですね、ないね。新車の方がいいじゃんとか思うけどね、本当に好きな人はでもやっぱ昔のやつが好きだったりするよね、なんかパーツとか取り寄せたりなんかね、これはシートベルトが義務化される前の車ですからシートベルトしなくていいんですよみたいなのあるね。あ、そうなんですか。昔の車とかね、へえ、そうとかね、あるよね。結構誰の ジュニアさんとか中古車好き、小峠とか、あとは論文の亮さんとかね、結構古い車乗ってるけど、俺もだからそれなんか見たことあるけど、やっぱりちょっと一回だけ興味あって古い車乗ってたのよ。あ、はいはいはい、なんか、はい、どれぐらいかな、80年代か90年代ぐらいかな、まあ、ぐらいのもんだけどね、はいはいはい、でもね、はいはい、それでもやっぱりあれだったもんな、オープンカーで、オープンカーなのよ、で閉めるオープンを閉めるのがさ、なんかゴムとか革みたいなやつなのよ、だから屋根が、おだからナイフで切ろうと思ったらすぐ切れるようなやつみたいな、ホロホロホロ、だからもう雨になったらもう絶対漏れてくるしね、もうワイパーなんて爪楊枝ぐらいのワイパーだからさ、爪楊枝がもう左右に動いてるだけだからさ、雨降ったらもう路肩に寄せて待たなきゃいけない雨を、ああもう見えないから前、危ないですね、やめの待つしかない。ほんでもう坂ね、表参道だったんだけど、あれは表参道緩やかな坂になってんの、坂と上りなんだけど、谷になってるんだけど表参道、そこの緩やかな坂で車がブレーキ効かなくなって足で止めた、パッパッパッ、ドア開けて右足出してポン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 って止めたの。止まったんですか。バッキリな、サイドブレーキも効かなくなったの。危ないよね、もうか、箱根峠、大分、15キロしか出ない。原付き原付きでも出ますよ。より出る。ベタ踏みして15キロしか出ない。で、ボーンっつったよ。煙ボーンだ。ああ、そこで壊れた。はい。まあ、そんなや。でも、夏場は中がもうクーラーも効かないし、クーラーつけるとまた中が熱くなっちゃって、もうサイドブレーキ触れないんで熱くて、熱いよ、もう熱い熱いっつって、ほんでまたドア開けてトン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 って飛んで止めなきゃいけない、飛んで、だからもうそれはもう整備不良にもなるしな、そんなのが。でも当然危ないからもうすぐやめた、もう二度とっていう感じだったね、二度と旧車俺は乗りたいから、やっぱ相当好きじゃないとやっぱ手間もかかるし、あれは車のなんていうの、あれがいるよね、
なんていう知識が、あれここをこうやったらあれは熱が下がるとかさ、ここブレーキはここをやんなきゃいけないとかいう、整備の知識がいるから無理だったね。ちょっと他のこのスープラがどうかは分かんないですけどね、うん、これ俺はそんなんじゃなかった、会社のやつだったけど、うん、なかなか大変だったね。いやもうちょっとそれはもうできることならもう新しいやもの新しい、うん、まあそうだね、うん、分かんないですもんね。携帯っていつ出んの？携帯9月大体、あ確かにそうですね、いつもちょっとそろそろ変えようかなと思ってるんですけど、はいはい、めっちゃ高いって言うじゃん、はい、迷うね。あ買うかどうかを、あでももう結構古くて、うんうん、あれどうしてんの？結構バッテリーの減り早くなるじゃん、はいはい、あれ変えてもらえるんだっけ？いや変えてもらえるとは、まあ、分かんない、機種によっては。変えてもらったことはあります、僕は。なんかさ、うん、あれ変えてもらったりするのもさ、うん、なんか調子悪いっていうのもさ、一、うん、回全部預けなきゃいけないパターンあるじゃん。ああそうですね、あれ嫌じゃない？なんかそうですね、全部預けるのってなんか嫌、うん、もうこもう2時間かかってもいいから目の前で直してって思わない？目の前でって、その今日中に戻ってくんならまあいなんかさ、全部預けてさ、はい、委ねるのってさ、うん、なんか嫌じゃな、嫌なんだよな。なんかしてんじゃないとかさ、うん、なんか変なもん見てんじゃないとかさ。いやまあそうですね。なんか預けるのってすごい嫌なんだよな。うん、古い携帯も処理するやつ、はい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 、出すじゃん、なんか、はい、あれも迷うんだよな。なんかこれなんかデータ復活させられるんじゃないかなとかさ、パソコンとか。あ昔なんか携帯ショップ行ったらもう目の前で穴開けてくれたり、あありましたありました、ね、今はやってくれるのかな、あれ。いや俺は見たことない。なんか回収ボックスみたいなの預けたりとか、うん、どうか本当に壊れるまで機種しないんで僕は。で本当に画面見れなくなって送りました。俺は大体もう画面バリバリに割れちゃうパターンだから、うん、バリバリに割れちゃったら割れちゃうパターンで大体もう変えるんだけど、うん、画面バリバリも直せるんだろうだって本当は。本当はそう、うん、だけど預けなきゃいけない。預けますね、それは。嫌なんだよ。参ったな。なんとか安売りしてくんないかな携帯。確かに高いのね。Stay night dreamer live on air. Send us a message using the form on the Sunday night dreamer homepage. www.jfn.com.JE/DREAMER Stay Night Dreamer。 さあ、ラジオネーム金のマンタ FM 岩手、有吉さん9歳の騎士の話が出てましたが、俺は5歳でオロナミン C の瓶にチンポを入れて抜けなくなったことがあるので、はぁって感じです。いやいやいや、騎士の方がすげえわ。はぁ半返しですけどね。いやそうなんですよ、それはそうなんですよ、それはそうです。なんか弟が2歳か3歳ぐらいの時からね、高熱が出てね、高熱が出てうなされてね、蝶々がいるとかね、うわなんか怖い、蝶々が来たとか幻覚見てすごい泣き叫んでたことがあってね、気持ち悪かったね。いや気持ち悪いですけど、ずっとしたねあの時。有吉さんは何歳ぐらいの時？俺4つ上だから、それはだから7歳7歳とか8歳、それぐらいの時ね、いやうわだからお化け見たとかさ、なんか言うやつ言うじゃん、なんか呪いがとか、それこそ俺は豚の呪いかけられたみたいな。まあまあそれはね、見たとかああいうやつってさ、いるけど、まあそういうこともあるなって思ってね、そうですね、本当に単純になんか見えないものが見えちゃうのはね、精神状態が良くない時にそういうものがね、見えたりしますよね、だからあんまりねおかしなこと言わないでほしいなと思いますけど、結局はね、結局はそこおかしオカルト嫌いね、本当にね、
やるせなすの中村とかね。やめなさい。具体名を。墓場行ったらゲロが出るっていうね。ゲロ吐いたりしますけどもね。そう、妄想も行き過ぎるとね、本当に。妄想。うん、まあまあまあ。墓場でゲロ吐いてお金もらおうとするっていう。いや、そんな言い方で、言い方。体張りますよ、そしたら。うん。個人の見解ですよ、まあ、ほどほどにね、うん、という、うん、そういう状態に陥った時は自分がまず病院行ってみるっていうのも大事かもしれませんねと俺は思いますね、はいはいはい、そういうのが見えたりするとか、まずはそういう時にはちょっとまあ病院行ってみる、うん、いろんな科がありますけどね、うん、いろんな先生にちょっとお話聞いてみるっていうのも一つの手かなという、うん、まず自分の体を ね、まあ、夏ですからねちょっとあホラー的なこともね多くなるからね、うん、注意してください。あの怪談話っつってね作り話してる分にはまあ可愛げがありますけどね、実体験って言い始めるとちょっとやばい人が多いくらね。まあまあまあ。だいたい誰だろう。まあ、島田秀平でもちょっと聞いた話なんですけどって言うからまだ、ね。ああ、そうですね、はい。これ実体験なんですけどねって言ったらもう逮捕でしょうね、あれはね。逮捕まあまあまあ、そうですね。体験でね、嘘を作っちゃいけませんけど。ラジオネーム、あ、ごめんなさい。メキシカンですね。はい、私、有吉がときめくスパイシークールなメキシカンの恋模様を募集しております。ラジオネーム、ネクストドア、FM 三重。メキシコ放送協会 MHK の人気子供番組デンジローのワクワク科学実験で助手を務める俺、今日は6歳のホセからの質問だ。電流爆破でスマッチ中の大仁田敦に雷が落ちたらどうなるのを実証することになった。早速嵐の中リングを設置し大仁田を放り込むと獣のように暴れて、デンジローに襲いかかってくるが、猟奇的な笑みを浮かべたデンジローは、至近距離から空気銃を連射し、気絶させ、有刺鉄線で体中ぐるぐる巻きにして、巨大なアンテナのついたヘルメットを装着させる。こうして準備が完了し、スタジオで観察をしていると、目を覚まし、号泣しながら、わやーと叫ぶ大仁田の脳天にちょうどよく、雷が直撃。人形のようにその場にピョンと跳ね上がり失神した大仁田を見た俺は、はいということで正解は飛び跳ねて静かになるでした。とかっこよくフレミングの手のポーズを取りながら見事番組を締めくくるのであった。え、恋模様って言いませんでした今。ファイヤーバキャーッと落ちるっていうね。ファイヤーって言った途端にサンダーが落ちる。それも魔法みたいな。黙らせてやりたいですね、本当に。ラジオネーム三平。水泳部の練習後、うん、顧問、深田恭子先生が、あなた、なんで、俺が大会に出場できないんだと思ってるでしょう。顔に書いてあるわよ。と言ってきた。図星だった。クロールも平泳ぎもトップレベルなのに、一度も大会に出してもらえない俺の心の中は、なぜ?という素朴な疑問と、スタートラインにも立たせてもらえない悔しさでいっぱいだったのだ。今まで抑え込んできた感情が、熱い涙に変わって頬を伝い、乾いたプールサイドに小さな水たまりを作る。先生、どうして?どうして僕は大会に出れないんでしょうか。必死で言葉を絞り出すと、深田先生は俺の股間を指差し、こう叫んだ。チンゲのはみ出し方異常。女子用のすくみず着てるのも異常。チンゲ剃って海パン履いてこいバカ野郎。ショックだった。だが理由が分かってすっきりした。こうして俺は長さ30センチのチンゲと妹のすくみずを燃やし尽くして夏の地区大会へ出場し、平泳ぎ男子100メートルの予選で6位入賞を果たしたのである。優勝しろ。6位、あんなに熱かったのにしっかりしろよ。ラジオネームラロッカベニーローズ FM 群馬。メキシコの人気番組クイズメキシコドンに
内山真嗣の代言で出演をしたメキシコドンはメキシコドラマチーム、メキシコバラエティチーム、メキシコワイドショーチームに分かれて音楽クイズに答える番組だ。俺はメキシコドラマチームの助っ人としてクイズに挑戦するも全く戦力にならず、特に人気コーナーのイントロドンはメキシカンミュージックが分からなさすぎて完全に蚊帳の外、司会のメキヤマ秀幸は俺に対してちょっとドラマチームは全然ダメですね、特に代演の助っ人さん頑張って、次のクイズのコーナーはジャパニーズイントロドン、タイトル通り日本のヒットソングのイントロクイズ、神経を研ぎ澄ませボタンを押す、北の木桜咲く竹井由美恋する気持ち、なんで山田優リアル優桐谷美玲スノーフレーク、俺は鬼のスピードで答え続けた。すげえな。このチャンス逃してはならない。俺の無双状態続けと思うとともに、クイズレベル高すぎるなメキシコの番組にリスペクトを持ち、存分に番組楽しみたい。難しすぎるだろ、イントロドン。じゃあ、北の木桜咲くピボーン山田優山田優の、何ですか山田優さんの、リアル優ピボーンよく知り出したよ。よく出てたね、あげよう。日記行きましょうかね。ちょっと、以上、メキシカン。日記。皆さんの日記を、盗み読みしております。私、有吉が。ラジオネーム、赤い月。FM、栃木。病院の待合室で知らないじじいがでかい声で、お兄ちゃんどこが悪いんだ、俺は肛門が変な色になっちまってよと話しかけてきた。医者に言えバカ。でも痛いな。病院トークでしょ。ラジオネームショッピー。海外ドラマに出てきた刑務所のトイレと実家のトイレがそっくりだったので、しばらく一時停止して眺めた。便器だけが似てるんだったらいいけど、刑務所のトイレと配置が似てたらやばいよね。もう見えるっていう、監視からトイレが見える。どういうこと？なんか、ないですか？トイレに。なんか物隠したりしたことは。トイレに隠す？ビニールに入れて、タンクの方に。タンクの方に水が溜まるところに、なん か、シンナー隠してたとか。いや、ないですよ。何のなさそうでしょ、だって。俺、未だにね、はい、ああいうところに麻薬とかね、はい、拳銃とか隠れてるっていうイメージあるからね、はい、外でね、居酒屋とかでも、ああいうタンク式のトイレあるとね、必ず見るって。見なくていいよ。見なくていいってなんだろ、見た方がいいだろう、履いてたことないでしょ。ないけどね、今まで、うん、いつか出会えるかもしれない。ああ、まあなんか確かに空港とか行ったらちょっと見たくなっちゃうの、うん、ラジオにすまたまたぞ FM 置いた。夏野菜のキュウリには塩分を排出する効果があるらしいけど、多分その排出能力を超える量の塩をかけてキュウリを食っている。塩うまい最高って確かにね。なんか昔俺キュウリ嫌いなんだけどさ、キュウリの栄養価ってない、ほとんど水で栄養なんてないっていうのがあったから、そればっかり偉そうに言ってたんで、キュウリなんてほとんど水で栄養ないから、ね、そんなもん食べたって全く意味ないよ、はい、言ってたけど、やっぱり調べるとこういう効果があるんだよね、塩分を排出するとかさ、うん、何かが取れるとかね、はい、適当なこと言うもんじゃないなと思ったね。そうですね。どっかからさ仕入れた、はい、自分に都合のいいさ、はい、情報をさ、声、はい、高に声を大にして語るバカいるじゃん、何でも。政治のことでもさ、はいはい、何でも、もうどっからそれ仕入れたのみたいなことをさ、偉そうに自分で意見みたいに大声で言うバカいますけどね、うん、気をつけた方がいいですよ。確かに気をつけましょう。それはキュウリの話で思いましたね、自分が。
それは皆さん、あんまり偉そうに言うと誰かに笑われてるよっていうね、いつも謙虚でいたいなと思います。待ってんのかな。ラジオネーム三平。テレ朝で朝4時から放送しているおはよう時代劇暴れん坊将軍3を見ていてふと思った。俺はジジイすぎる。やってますね。あげる。以上です。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマはこの夏の総括ということで、夏のお話聞いておりますけどね。ラジオネーム綿菓子のベッド福島 FM。 今年の夏は新しく布団カバー買いました、接触冷感のあるカバーで触れるだけでひんやりして、買ったばかりの時はめちゃめちゃ気持ちよかったんですが、寝ているうちに毛玉だらけでザラザラしてて、夏の後半は寝ててもあまり気持ちよくありませんでした。0点です。そんな言い方、まあ、なんかあるよね、極冷みたいなね、めちゃめちゃ冷たいみたいな、ひんやりするやつありますね。松崎なんてちょっとこれは正直に答えてほしいんだけど、はい、布団干したことないだろう。はい。もうこれ以上は聞かない。いやいやいや、これ以上も別に聞かない。クリーニングじゃない。いや自由ですもんね。自由。いやいや、じゃクリーニングに出したことはあるんです。ある？クリーニングに出したことはある。あるんだ。あります。布団を？布団を。なんかそういうキャンペーンみたいなやってて、安いみたいなこと言われたんで。チャンスだと思って。これ干したことないから出そうと思って。干した方がいいだろう。干した方がいいんですよ。うん。はい。いや、いいよ。いや、いや、もう、もちろん分かってるから、はい、あの別に何とも思わない。俺感情ゼロ。お前が布団干したことないっていう情報を、はいはい、今、まあ、改めて今聞いたけど、はい、俺は、うん、そうだなっていう感じ。そうだな。お前そうだよなっていう、それだけ。いやいや、うわーとか、とか、はい、わ、髪すごいんじゃないとか、はい、気持ち悪いとか、全然思わない。あ、そうだなって。そうだな。松山千春さんみたいな。あ、そうだな。なんでチャールさん出てくるんですか。ホワストホサラだな。あ、そうだな。はい、北海道だな。あ、まあ北海道だな。北海道じゃないです。北海道はチャールさんです。あ、そうだな。はい。北海道はチャールさん。お前らソロだよな。なんでチャールさん出てくるんですか。髪好きだわな。髪好きではないんですよ。髪もな、いいの。髪もいいやろ。よくないよ。よくないです。ラジオ銀次と FM 栃木。僕は今年の夏こそ恋愛をしようと思い、マッチングアプリに登録をして3人の女の子とデートをしました。深夜ラジオ好きというコミュニティ2人、ある芸人のコミュニティ1人とデートをしたんですが、特に進展もなく全員と音信不通になりました。はぁって感じでした。まあ面白くないよねこいつはね、多分ね。いやいや、まあ言い方がちょっとわかんないだと思うよ。ってなはっていうお前がはだね。それはさっきから言ってるけど、まあ、はっていうのはやっぱりその全文がやっぱり振りにしっかりなってないとはが聞いてこないからね。はの前の文章が面白くなかったらはが聞かないじゃない。ダメ出ししちゃったよ。ラジオネーム森ケツ。僕はこの夏コンラッド大阪に友人たちと泊まりました。朝ごはんのビュッフェで誰が一番食べれるか勝負になり、高級ビュッフェは何回もおかわりして満腹だったんですが、最後に山盛りのカレーをテーブルに置いたところ僕が優勝となりました。美味しいものがたくさんあったビュッフェで最後に山盛りのカレーを食べたので、朝からココイチを食べた夜勤明けの学祭時代を思い出しました。学祭時代って何？学生時代ならわかるけど。学祭時代って学生時代、少女時代ってね、学生時代なんでしょうね。あ、曲いきましょう。聞いてみましょう。さっきニュースでも取り上げましたムード歌謡グループ純烈とダチョウ倶楽部のユニット純烈お風呂ダチョウで白い雲のように。
JFN.jp/dreamer。 さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と若と松崎がお送りしています。今の聞きました、純烈さんとね、はい、ダチョウ倶楽部さんのやつ、はい、あれで、あれだね、今ちょっとふと思ったよ、あれ、うん、今の純烈さんとダチョウ倶楽部さんが今の白い雲のように歌ってる時にやっぱり、はい、あの後ろからご本人登場で、はい、おーわーっと出て、いざ歌って、あんまうまくないなってモノマネとかでもあるんだよな、結構な、おーで、あれあんまり上手くないな声出なくなっちゃったな結構ガッツリミュージシャンの場合な、はいはい、おやっぱりすげーみたいなんだけど、結構俺らみたいな芸人とかさ、はい、ちょっとアイドルの人とかだとさ、 あんまり声量もあんまりないし、うーんみたいなパターンみたいな、ダンスとかある人はいいんだけどな、盛り上がるけどな、はいはいはい、俺みたいなのが一番やばい、おーあれしきた、おー本物だーみたいな、遠ざかるみたいな、あれちょっと上手くない、いや聞いてたのと違うの、あれちょっと違うなみたいな絶対出たくない恥かくだけですけど、ラジオネーム9時から半額 FM 長野、携帯画面と背面がバキバキだったので先日修理行ってきました。修理時間4時間で1万2000円かかったんですが、その翌日にまた落として画面バキバキ、修理したばっかりで気に食わなかったのでもう一回修理行きました。結局1万6000円かかってしまいました、うん、まあそれは不注意だからね、歯って感じ、ね、2回目はそうですね、歯ですね、まさに歯ですけどこれぞ、ラジオに東北自動車道 FM 栃木、この夏久しぶりにショールームの配信をよく見てます。全然知らない若い女の子の配信ページを開いては、はい、東北自動車道さん、はじめまして、って言われて、画面のこちら側でニヤニヤしているという、0点の夏をする、うん。これも、松崎の布団を干さないと一緒でさ、うん、うん、そうだろうな、って感じ。いや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 、まあ、東北自動車道なんて、うん、うん、そうだろうな、0点の夏の人間だもんな、お前なんてな。普通な、ああ、そうなのな。違う、違う、違う。おわられてんだもんな。何をびっくりしてんやられてんだもんな、お前ら。最初から0点だと思います。コーナー参りましょう。有吉ランド。大型テーマパーク。有吉ランドで遊んだ感想や園内で起こった出来事をオーナー私有吉に報告をしてもらっております。ちなみに入場料が値上がりしておりますんで、わあご時世ね、うん、ラジオネームガイルガーゴイル、キャストさんに写真撮影をお願いしたら端っこだった僕が画角に収まらなかったらしく、キャストさんがバカでかい声で、はい、一番左の歯並びが汚いお兄さん、はい、もう少し内側にお願いしますって言われました。有吉オーナー、僕はバカではないので一番左のお兄さんで通じます。接客マニュアルに客の身体的特徴に言及しない旨、違う、これは申し訳ございません。ね、ラジオ、まあこういうのね、お客様からいただくご意見が一番参考、はいね、どんどん直していきます。言わない方がいいんだね、やっぱり。歯並びの汚いお兄さんって言わない方がいいんだね。いや、確認することじゃねえよ。わかるでしょ、それ。不慣れなもんだ。言わない方がいい。テーマパーク、の仕事初めてのもんでね、ちょっとまだまだ至らない人もことが、あ、そうなんですかね、いろいろ改善が、そうさあのあれです、お布団がカビだらけの汚い頭のあなた、あ、わかります分かります、目合ってるんで、入ってはいはい、僕に、はい、僕です僕です、もう言わさないように。はい。その一番端の布団がカビだらけっぽ、はい。はいはいはい、はい、僕ですね。はい、手挙げた。はい、僕ですね。はい、手を挙げたにしたいよな、早く。もう手を挙げてる。これ以上は。すり替えたい。はい。
ラジオなんでカビ食ってること知らないの？カビのこと知らないでしょ。ラジオネーム金のマンタ F 岩手。有吉オーナー、有吉ランドに併設をされたホテル内にあるビリヤードの玉が明らかに牛の睾丸でした。せめてカラーリングとナンバリングはした方がいいと思います。ポロンと転がしてあるだけだ、ね、白だけありゃいいってことじゃないからね。失礼しました。ラジオネクストドア FM 三重。先日プールサイドで行われたプリンセスショーを見たんですが、王子様がずっと足首の虫刺されをかきむしっていたのが気になりました。ラストのプリンセスとキスするシーンでも逆の足のかかとで足首をかき続けていて、なんだか今日ザメでプールに大量に湧いているボウフラをなんとかしてはいかがですか。やなこと言うね。いやなこれは演じる。ラジオネーム論より証拠の大ライス。オーナー、諸事情で有吉ランドに行けなくなりチケットを払い戻ししたら何かの動物の骨をいただきました。従業員の皆さんに貨幣紙幣の概念はありますか。卑弥呼じゃないんだから。失礼なこと言わないでください。あります、あった上でです。それはそれで失礼ですよ。ラジオネームサイン Z、 お世話になっておりますパーク内でコリオリア餅月を営んでおります。餅月と申します。はい、うん、先日有吉さんのご指示の通り、当店で提供する魚を全てブルーギルに変えたんですが、やはりというかクレームがめちゃめちゃ来ております。開店当初は 4.1 あった食べログの評価がここ最近 1.1 まで落ち、今では総レビューは760人中うちの従業員19人が5点を、それ以外の741人が1点をつけております。アリさん、ここはもういっそブルーギル専門店餅月にリニューアルした方がいいでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。ここじゃねえだろ。まあそうですね、そっちの方がいいでしょうね。違うでしょ、ブルーギルをやめなさいよ。ラジオネームマダゲン、真夏の有吉ランド楽しんできました。たくさん遊んで喉が渇いたので園内で飲み物を買おうとしたんですが、どこに行っても熱々の甘酒しか売っていません。まあ甘酒は飲む天敵とも言いますから、有吉オーナーの心遣いはありがたいんですが、いかんせん屋外40度近くあり喉を通りそうもありませんでした。せめて冷たい甘酒ラインナップに加えていただきませんでしょうか、という。難しいんだよな。なんでなんでできるでしょう。自販屋ぐらいでいいですよ。いやもうね、電気がね、ちょっと電気いや温めるあれも大変でしょうよ。温めるのはあれ自然で温めてるし。いや違うんですよ。40年前マイルズギャレット、うん、有吉ランド正門にある世界地図に各国の都市の時間が表示されているんですが、世界の有名都市ではなくカリマンタン島、アナポリス、クスコ、エロマンガ島、カリーニン、フランクフルトなど少しエロい地名の時刻が表示されており非常に面白かったです。家に帰った後、高校の地図帳を久しぶりに広げ目を皿にして探しました。お金を貯めていつか旅行します。なんかのこういうきっかけになってくれると嬉しいね。旅のきっかけになって。そう、うん、そうかな。普通に大都市の時計の方がいいと思う。旅っていうのは人を大きくします。ラジオネームポジティブ急にいいこと FM 三重。有吉ランドで今年から始まったプールで遊んでいたところ、監視員さんが全員私にだけホイッスルを吹いてきました。なぜ私だけホイッスル吹かれてるんですかと聞いてみても、ピピッピッたしなめられたので諦めて売店で何か買おうとしても、売店の女子たちからもブブゼラを吹かれて追い払われました。
帰り際急に頭上でくす玉が割れ、有吉ランド100万人目の来園者でしたというタスキをかけられたんです。これって普通来園した瞬間に祝うもんじゃないんですかね。まあでも記念品としてもらったチンポを触ろうとしてくるパキスタン兵フィギュアはちょっと嬉しかったです。以上です。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. さあ続いてはチムドゥンドゥン。黒島優奈さんがヒロインを務めます NHK 連続テレビ小説チムドンドンを応援する企画、チムドゥンドゥン、胸がドキドキ、胸躍るような、まあ楽しい気分だね。うん。もうそろそろ終わりかな、チムドンドンもね。ということはこちらのチムドゥンドゥンのコーナーももうそろそろ、なるほど、ラスト近づいてまいりました、はい、ラストスパート頑張ってください、はい、次は何なんだろうね、ドラマね。もう発表はされてるんだろう、うん、そら知らないの。知らないですね。なんかなんなんか3人ぐらい候補がいるってニュースを見たんですけど、それ以降見てない。見てないの。なんで見ないの、ちゃんと。すみません。情報集めてくるのが仕事だろ。うん、まあそうなんですよね。橋本環奈さんがやるかみたいな。橋本環奈さんやるかって言ってた。でなんかその候補に入ってた。あ、そう。理想は誰がいいの？松崎。理想？全部もう全部いろんなしがらみ何全部取っ払ってお前がやってほしい朝ドラ教えてくれる。朝ドラ、朝ドラでやってほしいこと、うん、なんだろう。でもアニメやってもいいんじゃないか。そういうことだな。そうね。はい、主演声優、絶対声優さんがいいと。絶対声優さんがいいです。神谷明さん。やってくれ。ベテランが。うん、やってくれるのかな。ベテランが、はい。神谷明さん。神谷明さん主演で。そうなると野沢雅子さんとかになりますけどね。そうなると。顔しわしわ。いや、ちむどんどんみたいに言ってるけど。顔しわしわかもしれません。ラジオネームレタスサンド。FM 栃木。オラの村では独自に開発されたチムンゲリオン中、ズンゾー人間があるべ。そのパイロットに選ばれたがオラ、選ばれたのがオラというわけだ。条件は純粋な心。無職で住所なし、主食はパンの耳、ツルツルピカピカの未使用チンポを持つ44歳、まさに純粋。でもちょっとピュアすぎだな。2号機に乗ってんのが、チムかチムグレーっていう14歳の、まあ女の子なんだけど、その子がオラに言ってきた、あんたバカっていう、ねえ、言って、オラは興奮しすぎてチンポ爆発した。純粋すぎるっていうのも考え物だべな。ラジオネーム、たまず FM 群馬、甲子園実況。4回表横浜高校 VS チムドゥンドゥン高校の対決。それではここでチムドゥン高校のキャプテンである具志堅ドゥン君によるチムドゥンナインの紹介 VTR 見てみましょう。具志堅。チムドゥン高校キャプテンの具志堅ドゥンです。僕たちチムドゥンナインはつなげる野球をモットーに日々練習に打ち込んでいます。一方のホームランより一つの送りバント、ホームランを打ってしまうと監督にチュラ梅に沈められます。僕は1年生の時にホームランを間違って打ってしまい、縄でぐるぐる巻きにされてチュラ梅に沈められたことがあります。普段の学校生活では勉強をしてはいけません。勉強は悪です。勉強することでメンタリスト大吾のようなイントリ崩れの人間が出来上がり、野球に大切な魂が育たなくなります。甲子園絶対優勝します。はい、チムドゥンドゥン高校、ここからどのようにね180点差を埋めていくのか、最後まで野球人としてのね魂見せてほしいもんですね。ラジオネーム三平。
フォークソングの異端児サダチムシです。最近は自分の曲に変な、歌詞をつけてね遊んでいます。聞いてください。ワンパク宣言。お前の何俺の何みんな違ってみんないい。手を握ったりケツに指入れたりこんにゃくに刺したり味噌を塗ったり忘れてくれるな。仕事をしてない男はしこれるチャンスが人より多いってこと。サダチム、サダチムシさんだからね。サダチムシさんですね。ラジオネームサイン Z。どうも、ちむどん村住みます芸人の、外神田台風と申します。今日は、ちむどん村に87年間暮らしているこの私が、この村に来たら食べるべき料理3選、紹介します。一つ目はズバリ、モヘニーです。これは、根菜のポピをちょまいすることによって完成する料理です。程よい酸味、癖になります。二つ目はズバリ、まんまれです。これはギャンギャレをダダしたもので、つまり日本でいう、酢のものです。そして三つ目、ズバリ、ビッグマックです。これは日本でいう大きめのハンバーガー。以上です。では最後にモノマネをさせてください。いきます。番組を、ニョンにするマポの、モノマネです。以上です。ラジオネーム全自動パスタマシーン。好き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 愛してる。チーム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 ドゥンドゥンさ。はい。僕はトンチが得意なニート、サンキューです。皆さんの悩みトンチで解決します。はい。何？そこのあなた。はい。部下に逆らわれて困っている。はい、なるほど。逆パワハラってやつですね。はい。じゃあ少し待ってね。はい。チム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 ドゥーン。はい。あなたはその部下に、俺に逆らえと命令してみてください。すると部下が反抗しても、あなたの指示に従うということになるし、この命令を守らないことも、あなたに逆らわないということになりますね。はい、5万円です。はい、頭を使うとやっぱ疲れるな。今日はもう働かない、働かない。3休み、3休み。以上です。さあ、リオシルキサンデーナイトドリーマー、そろそろお別れの時間近づいております。今日はラジオネームネクストドアのプールサイドでプリンセスショーを見てたら王子様がずっと足をかいてるっていうやつですね。これ若月千夏さんから預かっております。グッズ差し上げます。おめでとうございます。あとはね、朝ドラはね、はい、次回はね、はい、舞い上がれというタイトルで、はい、福原遥さんが主演だそうです。ヒロイン。ああ、はい。でございますね。夢の飛行機作りに情熱を燃やす仲間たちとの物語。うん、結構楽しそうだね。うん、舞い上がれ恋人よ哀れる私に願いしてよというね。そんな歌じゃねえんじゃねえかな。真由美さんも朝ドラって草真由美さん主演ってこと。草真由美さん主演じゃねえ。ラジオネームモテギのモテキ FM 群馬。松崎さん家の布団のカビの件ですが、重曹水でカビの部分をこすった後、消毒用エタノールを吹きかけるとカビが落ちるそうですと。はあ、松崎さん、はあ、半蔵門の改札前に重曹水と消毒用エタノールを置いておくのでカビ掃除に使ってください。怖い、怖いよ。優しいね。怖い、いや怖いって。カンパチ太郎 FM 岡山。ほらそこからの
体からあの豚のションベンが溢れ出してる布団がカビカビ。はいはいはい。ごめんなさいね。手挙げてるお兄さん。はいはいはい、はい、左に寄ってくださいね。わかりました。何なんなん。なんで全部言わせないんだよ。言わせたくないからでしょ。手を挙げてるっていう。ラジオネーム八割 FM 長野。松崎さんはクリー松崎さん布団をクリーニングに出してる間はどうやって寝てたんですか。それはまずその冬物のコートとかかけて寝てました、うん、床で床で、あ、まあそうだね。そうですね。そうだよな。驚かない。お前はそうだな。チャールさん、家も外も変わんねえな。いや、それは変わるんですけど。めちゃくちゃちょっと言葉が強いですね。お前、家も外も変わんねえよ、お前。大したもんな。違う。決めつけがすげえ。小さな。そんな決めつける人じゃないでしょ。ということでございます。あ、もう来週ラストですよ。はい。うん、24時間テレビもあります。うん、はい。ご期待を。お相手有吉弘行と、若と松崎勝利でした。また来週お会いしましょう。さよなら。